ここを抜けりゃ五番マゴロだ。思ってたより大変そう。まあなんとかなるだろう。あれが五番マゴロの柱だ。道順はプラン E の次は FGH ってな。続きがあったのか。F はこの区画の名前。G を抜けて H まで向かう。 H にあるリフトで魔鉱炉の近くまで行けるの。ピックスもその先で待ってるはず。もう日が傾き始めてるね。うん、行くぞ。神羅に泡を吹かせてやる。うん、うん、これで開くかな。ダメ？電力が来てない。あそこは電気ついてるぜ。制御室か。行ってみよう。かろうじて生きてるか。動くかな。供給が不足しています。ダメだな。ねえ、これ電力不足時の対処法だって。ライトを消せば非常用電力を確保できるのか。ライトってもしかしてスラムの太陽？スラムを照らすライトのことをそう呼んでるの。そいつを消せば扉が開くってわけか。でも太陽が消えたら困るよね。4番街の人たち。魔鉱炉をぶっ壊したらどっちにしたって消えちまう。そうだったね。戻るぞ。スラムの太陽のせいで電力不足なのかな。さあな。点検をサボってるだけじゃねえか。明るいのは便利だけどたくさん魔法を消費してるんだね。こうして見ると大きいね。スイッチははしごの上か。結構高えな。俺が行こう。うん、下で待ってて。ゲートの再起動を開始します。よっしゃ、うまくいったな。うん、ありがとう、クラウド。これで G までは達成だな。うん、あとは魔鉱炉を目印に。この眉、奴らの巣穴へようこそって感じか、こりゃ。どこまで腐ってやがんだこのピザはよ。ねえ、もう一度確認しない？今どの辺だこれや。私たちの目指す魔鉱炉は H の先。ああ、でもここまでは H につながってる道なかったよね。ま、歩き回ってりゃそのうち。あんた一人でやってくれ。他に繋がってそうな場所ってなると、壁沿いか。ダメ元で行ってみない？目的地があると気も紛れるし。うん、悪くない案だ。あのでけえ扇風機が目印か。確かにあれ見て歩けば迷わねえな。なんかすげえファンの音が。おじけづいたか。誰がてめえの細っこい体が吹き飛ばされねえかってこっちゃ。もう急いでるんでしょ。おう、ついてこい。
いい風吹いてんな。全然良くない。よそ見ダメだから。おう。渡り切ったね。ああ寿命縮んだぜ。ほんのちょっとだけな。2秒だ2秒。もう目の前が H。 足元気をつけて。あれが目的のリフトか。間違いねえ。こいつがビックスの言ってたメインリフトだ。あいつもこの先で待ってるぜ。電力供給が不足しています。またかよ。ライト3つ分必要だな。そんなに？この辺りの全部ってこと？こうなりゃ片っ端だ。迷ったらここに戻ってこよう。 H1 の番号が目印。ああ。こっから一番近いライトっつうとあれだな。電力回復、パワーオン。まずは一つ目。残りはあの二つだな。侵入者撃退システム再起動開始。撃退システム？電力が復旧したか。けっ、それがどうした。全部ぶっ壊してマコーロへ向かう。で2つ目か。あとはあのライトだけだね。終わりが見えてきたな。ここから下に降りられそうだ。これで3つ目。メインリフト動かせるようになったかな。多分な。よし、H1 エリアまで戻るぞ。非常用電力の供給を確認。リフトの再起動を開始します。再起動完了。リフトに搭乗してください。へっ、暴よ鉄くずめろ。いよいよマコーロか。暗くて息くせえ。星の命が削られる場所だ。中はマコーの匂いが鼻につくぞ。覚悟しとけ。うん。見ろ、マコーロが呼んでるぜ。早く来い、早く来いってな。風に暴れたのに誰も追ってこないね。ミッドガルはシンラの手の内だ。監視はされていただ。気づいて
たなら言ってよ。言ったらやめてたか。最初からギリギリの綱渡りだ。渡り切るしかねえ。力ずくでも得意そうだ。どうでしょう。もうすぐか。ティファン。うん、いよいよだなって思ってたより緊張してたんだ。こればっかりは俺も慣れねえ。コウさん。てかクラウド、ジェシーとウェッジはどんな感じだ。犯人グループが列車から飛び降り立って上は大騒ぎ。おかげでここは静かでな。マコーロへのルートはささっと確保済みよ。ヘイヘイヘイビーク。で、あとの二人は。ジェシーがね、怪我をしちゃって。ひどいのか。口数は減ってね。大丈夫だ。世話になるな。仕事だ。4番街へ行きに乗って正解だったな。警備は4番に集中してる。でもこっちの本命は5番。ちょっと複雑だが、この奥はもう魔鉱炉の中だ。狭っちい穴ぼこだぜ。文句言うなよ。こっちは補給物資とワイヤーリル。調子はこれ以上ねえってくらい上々よ。みんなのことお願い。そうよ。ワイヤーの装備だ。落とさねえようにしっかりくくりつけとけよ。作戦が終わったらこいつで一気に下まで降りる。生きて帰んぞ。当然だ。